ドルです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。先日肩気になられた川口和秀会長、反社会勢力から外れ再出発というようなことを言われてますが、これは一体どういう意味でしょうか？本人が肩気になったいうことを書状出しとったわな、ご通知いうような感じで、私も知り合いの週刊誌に川口会長は本人が反社会的勢力の一員やいうことを認識しとったんで紹介で聞かれたことがあるんよ。さやから私は川口会長だけじゃなしに、暴力団に認定されとるもんは全員が自分の立ち位置いうのは知っとる思うよいって答えたんやけどな、はい、さやからまあまあ肩気になるいうことやろな。いきなり絶縁状が出て言うのは納得できん部分もあるやろけどな。確かにそうですよね。もともと言うたら田村純一三代目森田組組長が頭しとったやつを田村組長を下ろして竹本組二代目の中江常雄組長を頭にするいう、そこでまあ行き違いやったみたいよ、私が身近なもんに聞いた話ではな、はい、世間一般では東組の三代目言うたら川口和秀会長や思うわな。それが滝本組二代目中江恒雄組長が頭になった言ったら、もう既成の事実で三代目は中江組長や思うわな。そうですよね。そこらで滝本宏二代目と口論があったみたいよ。それがそこら辺な、難しいとこやわな。どっちも侍よ。侍同士が当たったらやはり真剣に勝負で対決せなあかんわな。それを避けるためにやはりどっちかが引かないしゃあないわ。なら役立社会で親方が破門や絶縁や言うたらそれに従わないしゃあないわな。そやから私はこの川口和秀会長立派な決断やなと思うわ。そうですよね。まあ歳は私より3つ下やから68かな。そやからええ引き際やったんちゃう、でまあ私は人に最近よう聞かれて話するんやけど、この川口和秀会長が肩気でやっていけば、そりゃ今の現役のもんも肩気になるもんよけ出てくるやろ思うわ。ああそうかもしれないですね。そやけど川口会長ほどの人が肩気になってもうまいこといかなんだ言うたら肩気になる人間も減るわな。そこらはさやから役だから肩気へのリトマス紙の一つになるやわからんな。備えたら東組も二代目はこれ森田四郎、森田組組長やったんよ。それがあいつ小手つく会との縁組の問題で東清総長の逆鱗に触れて、この処分されて加盟抹消になっとるわな。そら滝本宏組長が二代目になっとうからな。そやからそういう面は東組言うたらきついに違うかな。だけど声優界言うたら名門やけどな。そうですよね。会長には川口和秀会長との共通の友人が何人かおられると思うのですが、その方たちの反応はどうですか？あんまり川口会長のことには触れんな。あ、そうなんですか。まあ私が話した限りの人は川口会長が肩気になって反社会勢力から外れているような通知を出しとんのに関して喜んどわな、これでお現代で付き合いできるってよ。そら人間的に魅力のある人やし、皆が皆良かったと思った人ばっかりやな。しかしまあある人に聞いたら絶縁処分に関して納得できん部分もあるやるけどな、そこらどう流れていくかな。ほんで二代目声優会の我が氏は全員川口会長と一緒に肩気になるようだな。あ、そうなんですか。
そりゃそれはええことやわな。そりゃ川口和秀会長ほどの男の若い人やったんやからな、うん、それでそのまま敵になっていくいうのが一つのやっぱ綺麗な引き際やわな、うん、男はやっぱり引き際が一番大事よ。だからまあまあ私がもう敵になって18年か、うん、私が敵になった時でも丸棒5年ルールいうのはあったけど、私は別に気にならなんだな。ほんで前科も何もかも全て消えるのが10年やったな。だから10年経って私も本心になりたい思って姫路の本会長と会ったことあるんよ。まあ会長より副会長やったかな、当時の地元の連合自治会長に推薦してもらってしたんやけど、身分は国家公務員並み言うて、それで私ではできんなもんだけどな。まああのいろんな面考えてこれから男張っていくばかりがヤクザじゃないしな、敵の道で世の中に貢献して友達に喜ばれて家族にも喜ばれていう、そういう方が一番やわな。それも男の道やと思いますけどね。な、川口会長も修羅の道を長いこと歩んできたしな、ここら辺でゆっくりしてもらいたいと思う。そうですよね、うん、でまあ私は共通の友達よくおるんやから、ぜひ食事会でもしたい思うわな、うん、誰かが声上げて再出発を記念してそういう席があれば私は参加したい思うな。会長は東組でお付き合いされてた方いらっしゃらないんですか？刑務所で何回か東組の人間と一緒になったことあるけどな、そやけど付き合いするまでいかなんだな。ああそうなんですか。まあ一人だけこの金勝彦いて、日本名金田勝彦言うんやけど、この子が東組の桜井さんの若い人で、それでうちへ来とった子おるわな。ああ義理会にいらっしゃったんですか？うん、このことなんで資料だ言うたら、私は刑務所の中でこれ桜井って言うたんよ。ほな金勝彦が竹垣さん言って、うちの親分呼び捨てにせんとっておくなる言って、であこの子しっかりするなと思って、ほんでずっとこの子だけやな、うん、シャバへ出てからも付き合いしよったんは。それからこの会長を言って桜井の親分に許可もろたから義理会拾っておくなれ言って来たんよ。ああそうなんですか、うん、本来ならこの子も私の射程にしとんやけど、本人が射程より若い子の方がええと言うて、ずっと頭をささしとったんよ、うん、結局どうなったんですか？最後は極真連合会行ったな。ああそうなんですか、うんうん、私が懲役に行っとう間に極真連合会の川北の若い人になっとったわな。川北の射程かな。でクレームつけたんよ。私がおらん間に組の金300万円引っ張っとったから、その金持ってこいと松瀬君を当時極真連合会の副会長しとったのを通じて言うたんやけど、分かったと、ほなその300万円払うと言うて言うたんやけど、私は本人に直接凝らしてくれと言うて、その金を受け取ってないよ。本人が直接持ってくるのは筋道違うかと、うんうん、でな金勝彦も私の性格知っとるわな。そんなんでまあまあやっぱりあの私が刑務所行った間に極真連合会行っとんと言うたらな、うん、私もそら燃え切らんとこあったわな。じゃあまあそこら辺難しいとこやな。では本日はこれぐらいでありがとうございました。ありがとうございました。